こんにちは、ナフ太郎です。青色のナーフブレードを紹介します。アメリカのアマゾンで2500円ぐらいでしたかね。まあ、以前紹介したゾンビストライクのナーフブレードと何も変わらないですね。色以外はなんていうんですか、この部分がすごく青色で、なんかちょっとね、ちょっとメカメカしいというか、結構かっこいいんじゃないですかね。まあ、といっても、特にもう言うことはないっすね。いや、特に何も言うことはないっすね。個人的にはこっちの方が私好きなんですけどね。こっちのゾンビストライクの方もまあ黒くてかっこいいんじゃないですか。ナーフブレード青、重量が 116g でめちゃめちゃ軽いですね。柔らかいし、でもそんな振り回すと危ないかもしれないですね。2500円ぐらいで買いました。長さが80センチあります。そこそこっすね。縦がこの部分ですね。ここは15センチぐらいあります。かっこいい青カラーのナーフブレード。ナーフブレード青カラーでした。まあ分かっちゃいたんですけども、やっぱウレタンで覆われているとはいえ、結構中芯が入ってますので、振り回すとやっぱり危ないですね。本当に人となんかこうペチペチやるときはあまり振りかぶらないで、こうポスポスやるぐらいがちょうどいいかなと思いますね。まあでも、なんだろう、個人的にはこっちの青の方がかっこいいなって思いますけれども、こっちもこっちでかっこいいので、まあ好みっていうことでね、いやまあ2つ持つといいっすね。いいね。ということで、まあ1つか2つくらいはね、持っていてもいいんじゃないかなって個人的に思うナフブレードでございました。今回もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃまた。